はい、今日はいよいよ、めいちゃん、まあ、いよいよでもないんですけども、まあ、めいちゃんの特徴的なところのこのブーツのような足ですね。めいちゃんはこういうブーツのような足をしています。そこをよいしょ掘っていきますね。一応片方今掘ってある状況なんですけど、こっちの反対側に今一応鉛筆で最初毛が来まして、まあ、この線の通りに掘っていくことになります。そうですね、この鉛筆の線の通りに掘っていく、まあ、これは平刀ですね。平刀で、外の形を決め、この中をちょっと抜く、まあ、こういった細かい眼刀でやるとやりやすいかと思います。よいしょ。眼刀の反対側にこう作りが逆になっている裏丸、まあ、専門的には裏丸と呼んでいる、彫刻刀ですね。これはすごい便利です。見えますかね。こんな感じで、あとはまあちょっと周りを、ちょっと角こういった立ったとこをちょっと面を両サイドから取っていって、おしまいですね。こんな感じになります。以上です。